アミルハサン・フセイン・カーミルハサン・アルマジードは、イラクの元政治家、軍人である。サッダーム・フセインの娘婿であり、いとこにあたる。イラクの兵器開発の責任者で、共和国防衛隊の創設者でもある。1995年に家族を連れて、ヨルダンに亡命し、帰国後に殺害された人物としても知られる。軍の最終階級は、陸軍大将。日本では、 フセイン・カメルと表記されることが多い。フセイン・カーミルは、1956年に、ィクリート郊外のアウジャ村の貧しい農家の家に、生まれた。彼は中学校の教育課程を修了することができず、途中で退学している。1977年、バグダードに上京したフセイン・カーミルは、叔父であるバルザーン・イブラーヒーム・ハサンが副長官を、務める、情報機関。 総合情報庁の職員に応募する。しかし、フセイン・カーミルに学歴がほとんどないことを内心、軽蔑していたバルザーンは、職員に採用しなかった。代わりに、職員ではなく、自分の専属運転手となるよう命じた。しかし、これに、カーミル家の人間が抗議し、サッダームが仲介したためか、バルザーンはしぶしぶ、フセイン・カーミルを職員に任命している。 1979年、サッダームが大統領に就任したこの年に、フセイン・カーミルは陸軍大位に任官した。1982年には、大統領直属の護衛組織である特別保安機関の長官に就任。その翌年、サッダームの長女ラガド・サッダーム・フセインと結婚し、名実ともにサッダーム家の一員となった。サッダームの腹心。 娘婿となったフセイン・カーミルに対しては、周囲は、かつてのような陰口を叩くことはできなくなった。彼は、弟であるサッダーム・カーミルと共に、サッダームの寵愛を受けた。ラガドとの間には5人の子供を設けている。1987年までに、フセイン・カーミルは、軍事産業を統括する、軍事産業委員会委員長、石油大臣、共和国防衛隊、 特別共和国防衛隊、特別大統領警護隊の監督者の地位についていた。フセイン・カーミルは新兵器の開発に積極的に取り組み、中華人民共和国で大砲の開発を行っていたジェラルド・ブル博士と接触してバビロン計画を始めるきっかけも作った。1991年3月に発足したサードゥーン・ハンマーディ内閣では石油省と 新たに国防大臣と工業、軍事工業大臣を兼務した。石油省はすぐに交代し、次のムハンマド・ハムザー、イコールズ・バイリー内閣では、工業、軍事工業省のみ留任した。1993年のアフマド・フセイン内閣では、工業鉱物資源大臣に就任。サッダーム・フセイン政権下で、フセイン・カーミルは、 他のサッダームの親族同様に莫大な富を蓄えた。イラクの経済収益の大半が彼の個人資産へと消えた。国際社会が経済制裁に苦しむイラク国民に向けて送った人道支援物資にも手をつけた。1995年8月7日、フセイン・カーミルは突如一族を連れてヨルダンに亡命する。しかし、 サッダームの説得を受けて、イラクに帰国。一族の恥として、弟のサッダーム・カーミルと共に殺害された。フセイン・カーミルの亡命が失敗した理由は、複数挙げられる。一つは、イラク反体制派が協力を拒否したこと。アメリカが、フセイン・カーミルが、本当にサッダーム体制に立ち向かう気があるのか、疑っていたこと。亡命国のヨルダンが、 フセイン・カーミルを厄介者扱いしていたこと、ヨルダンに多くのイラクの情報機関のスパイが潜入していたこと、などである。フセイン・カーミルを知る人物は、彼が非常に傲慢な性格の人物であったと、回想している。また、他人を信用しない性格であったため、フセイン・カーミルのそばには、側近と呼ばれるような人物は誰もいなかったとされる。ありがとうございます。